Hello everyone, だじゃはお、みなさんこんにちは、ひときです。今日もあの素敵なスペシャルゲスト、ありがとうございます。お紹介します。オノマップっていうチャンネルで、日本語のオノマトペ、ふわふわとか、そういう言葉を教えているひときと言います。お願いします。うん、りょうちゃんっていう友達に、なんだろう、普通の日本語の会話、あ、見ました、見ました。そう、なんかああいうのをやってたら逆にもう逆にロレッタこういうような普通の会話やった方がいいんですよ、続けてほしい、なるほど、みたいなコメントがいっぱい来たから、今日はちょっと男性、あー、なるほどね、若い男性でね、男性の自然な話し方を、うん、紹介していただけたら。わかりました。で、敬語とタメ口どっちの方がいいですか、ね、タメ口、タメ口、今日はそう、なるべくタメ口使うけど忘れたら多分敬語になっちゃうから。いいよ、私がバツするから。バツを与える。バツをもらうのか。ちょっと頑張ろう。 あ、 そう、ね、あとご褒美、ご褒美もあります。ご褒美、何もしてないのにご褒美もらっちゃった。普段ね、私が料理してから、うん、コラボ動画するんだけど、なんかタコスの、なんだろう、おやつとかいろいろ用意するんだけど、今回は特別にスポンサー入ってて、無料でボックスを持ちました。最高。これです、じゃじゃん。おお、でかい。皆さん見てくださいよ、このボックス。でかい。本当にボックスって言うんですよ。本当で箱っていう箱なんだね。そう、みんな見えますか、見えますか、箱、うん、こうやって見るとちょっとおしゃれな感じがするんですね、うんうん、おしゃれ、おしゃれ、シンプルだからなんかすごいおしゃれ、おしゃれだね、逆に、うん、そう、だからいろんな、なんか最近ひときさんの動画でも褒め方いろいろ教えたんですよ、うん、だからこのスナックを褒めながら、違う、スナックを褒めながらね、ご覧ください。ご覧ください。ここにシンプルで美しいボックスがあります。そうです、名前はボックスです。ボックスでございます。ボックス is a monthly snack box, so it's kind of a subscription service. いろんなおしゃれな、うんうんうん、例えばもう100年前の店舗やってる素敵な場所からのものとか、100年前からやってる、もう解説の資料が入ってるんだけど、うん、Seasons of Japan、 ローカルなものとか地元の味、ほらほら、これ見て、これなんでしょう、瀬戸内のすだち、本当だ、これは生ウニの塩、あ、せんべいだね、せんべいね、でもね、実はこれが、これが俺の中ではもうすごい馴染みのあるお菓子で、え、どんどん焼き、俺のお父さんも好きで、俺が5歳ぐらいの時にお父さんにこれ食べてみなよって言われて食べたらめっちゃ美味しくて、で、実はこの中にちょっとピーナッツが少し入ってるんだけど、その少しのピーナッツがまた見つけるとやったーみたいな感じで美味しくて、そう、しかもこのどんどんっていうのもオノマトペだし、なんだろう、そう、この太鼓のね、どんどんっていう音がまたね、気持ちをこう楽しくさせてくれる感じ、最高。そう、確かにこれが俺の一番のおすすめかもしれない。じゃあこれは食べます、絶対これ食べよう。これ熊本、そう、熊本、この熊本もすごいなんか日本で人気で可愛いんですけど、うん、ちょっとね、やっぱ群馬ちゃんが一番かなって、僕群馬出身なんで、やっぱ熊本も可愛いんですけど、僕の中のランキングはもう群馬ちゃんが一番ベストでね。じゃあ私がこれをいただきます。お願いします。北海道レッドビーンドーナツ、特別に作られてるのかな、この箱の同じロゴが入ってるから、もしかして、あ、本当だ、なんか特別製品なのかな、本当だ、高級な感じがあるね、ですよね、うん、楽しみ楽しみ。もっちゃん、もっちゃん、もっちゃん誰、しかも3人いるけどどれがもっちゃん。ですよね。あ、団子さん兄弟、団子さん兄弟知ってるの。So this is the Seasons of Japan box, and I'll put a link below. If you actually sign up and it's your first time ever trying boxes, then you will get this Seasons of Japan box. But there are other options as well. You can pick one box, you can do a full subscription. So maybe if you're thinking of like a cool Christmas gift, or maybe for yourself, treat yourself. They ship to the US really cheaply, and they ship straight from Japan. So if you need a taste of Japan, if you're missing it,
I would definitely give Boksu a try. I'll leave a link below. You can get 10% off if you use the link and get a custom box with the special code. And yeah, so thank you to Boksu for hooking us up with some cool snacks. ありがとう. いただきます. よいしょ. じゃあ食べながら. よし. 食べながら. どれがいいかな? もう全部美味しそうだから. ね? オープン! タラン! おー。このね、 ソース味なんだけど。 ソースだ。 そう、ちゃんとね、中まで入ってるからソースが。美味しい。もう最高。しかも懐かしい。この中に実はピーナッツがある。多分今もあると思うんだけど、どっかに。そう、だからピーナッツ見つけた時はよっしゃ、よっしゃ。ラッキー。ご褒美ですよね。そう、ご褒美。よし。すごい香り。俺のこれは懐かしの味、一応。 ソースってやっぱちょっと懐かしい感じがあるのかな。ソースはいいね。ソースは大好き。そう。味噌よりも。確かに。じゃあ。ゲット。可愛い。ゲット。あ、ちなみにこれまたボックスの話なんだけど、ブランド違う違う。なんかデザインがいいと言ったんだけど、個人的にこのオレンジがすごく好き。ああ、確かに。私の一番好きなオレンジ。あ、そうなの。一番好きな色がオレンジ。ああ、なるほどね。なんか優しい感じがあって、もらったら 気分も明るくなる。まあ、高い。おーってなるじゃん。うん、確かにもらった時にね。で、っていうことで、ひときの好きな色なんですか？俺の好きな色か、俺の好きな色は、深い青。明るい青じゃなくて、ちょっと深い青が、なんかかっこいいなって思って。あ、日本ブルーみたいな。そう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 。ちょっとこれだと明るいんだけど。ね、なんだろう、そこの消しゴムみたいな。 あ、そう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 、持ってくるか。そこの消しゴムみたいな。これなんて言うんだろう、クリーナーっていうか、英語だけど。エレイサー。あ、でも日本語だとクリーナー。クリーナー。違うんだ、それは。すごい。そう。この、このぐらいの色がめっちゃ好き。いいね。やっぱ、多分、俺男子高校生だったんだけど、やっぱ男子高校生ってちょっとかっこつけたいから、ちょっと、青とか少し暗い色とか持ってると、なんかかっこいいじゃんみたいな。浴衣とかだと絶対に青とか。そうそう、俺持ってるけど青。なるほど。黒い、ちょっと黒めの青。いいね。似合うと思う。似合うと思う。ありがとう。英語も、できますよね。英語できる。一応、日本でしか勉強してないけど、一応できる。で、まあ発音もすごく綺麗と私は思うんだけど。 ありがとうございます。さっきのメディテラーニアンみたいな。ああ、それ下手くそじゃないですか。みんなメディテラーニアン、なかなか言えないんだけど、いきなり。メディテラーニアン。 What do you want to eat for lunch? What do you want to eat for lunch? Mediterranean. Mediterranean. Shawarma. 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 Let's get some shawarma. Let's get some shawarma. Yeah, some fava beans. Fava beans. Fava. Fava beans. おいしい。あ、そら豆。 ああ、そういうことか。発音難しい。でも、もしかすると俺中国語を勉強したから少し細かい音が他の日本人より聞けるかもしれない。もう中国語、英語、どうやって勉強したんですか？なんかね、中国語は台湾に行って、まあ9ヶ月中国語を毎日、でも1日3時間中国語の授業を受けて、で、その後は、 そのネイティブの人とよく遊びに行って、で、あとは言語交換。これから俺のチャンネルで、ロレッタさんと一緒にやろうとしてる言語交換をやって、まあ中国語レベルアップしてしたんだけど、英語は日本でしか勉強してなくて、それは多分遠いからね。うん、そう。で、イギリスに1ヶ月行ったんだけど、それもまあちょっと遊びみたいな感じで、正直あまり英語能力変わんなかったんだけど、なんだろうな。 英語勉強してる時に、ロレッタさんどうやって勉強してるかわかんないけど、俺英語勉強してる時に、そのフレーズをイメージしながら勉強してたから、今日何食べるを勉強する時に、ただ書いてるだけじゃなくて、俺の家のキッチンにいて、なんか友達に、今日何食べるって言ってるのを想像しながら覚えて、そう。それはいい、それはいい。実は医学部生だから、ちょっと、そういう詳しいことも言うと、 見たり感じたりする、そういう記憶って書いて覚える記憶と違うもので、そういう経験した記憶の方がもっと覚えてる。だから多分小さい頃お父さんと一緒に映画見たとか、そういうのは覚えてるけど、なんか小さい頃覚えたのはあんまり覚えてないから、
そういうふうに経験を自分の中で入れないと、入れておくともっと覚えると思う。で、その方法で勉強してた。Do you concur? Doctor, doctor. そのロレッタさんも俺もやっぱそのイメージが大切っていうところは同じだね。うんうん。是的，是的，是的。え、中国語できるの？日本語中文吗？嗯，我忘了。了解，了解。你说中文说得很好。太好了吧？你怎么会讲中文？すごい。何言語話せるの？本当に。本当に英語だけ。英語だけ。英語だけって日本語で言ってるんだね。ごめんね。オノマトペを中心に動画配信してるんだけど、一番好きな日本語？オノマトペですか？一番好きな日本語。ちょっと考えていい？いいよ。一番好きな日本語。敵のくまモン。ああ。ちょっと食べて一番好きな日本語ちょっと待ってあれなんか急に思いつかないな一番好きな日本語かめっちゃ美味しい美味しいあ美味しい満面ながら美味しいなんかプチプチしてる食べた時に弾ける感じが、ね、実はプチプチっていう言葉が好きかもしれない、うん、一番なんでかっていうとやだなんかえやだやだなんかプチプチってまあいいやなんかプチプチはなんか俺も気持ち悪く感じてきちゃったダメだでしょ郵便物とかが来るとそのプチプチするやつあーそう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 それも可愛いそうで可愛いし楽しいからなんか楽しいイメージもあってだからあれ音フェチとかそういうあーそう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  ASMR ASMR のプチ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 外国人のよくあるミスもうこれは一つ大きなのがあってどんな日本語がうまい外国人もやっぱりあれが違うね何だろう出たピッチアクセントそうそうそうピッチアクセントが方言でもこれ変わるんだけどピッチアクセントがでも方言とその外国人の人のピッチアクセントもまた違くてそれはすごいわかる外弁とかじゃないですか違うね外弁って普通に話してる時全然気にならないけど例えば電話で初めて会う時に初めて話す時になんかよろしくお願いしますとか言ったらああ、なるほどねそうそうああで間違いやすい文法みたいなのはよく聞くのはなんか可愛い可愛いだと思う可愛いと思うじゃなくて可愛いだと思う可愛いそうそれ可愛いんだけどね可愛いそうね可愛い可愛いそうね可愛いねで可愛いにそうをつけて可哀想それはある絶対あるうんそれはかわいそうそうかわいそうって俺も言われたことある惨めなそうひときってかわいそうだよねって言われてえなんで かわいそうえなんで今日頑張ったのにそうそうでかわいいだから別にそうとかないと思う嬉しいは嬉しいかどうかって心の中見えないからわかんないけどかわいいは俺が可愛いと思えば可愛い別にそうはいらない、うん、でも確かに英語だってあるね She looks cute You look cute You look cute そうそう、うん、He looks cute、うん、looks が絶対入るそうだから多分それでなんか見えるっていうのをつけて可哀想見えるっていうかそうっていう言葉つけて可哀想って言うけど日本語では言わないからあそうなんかイントネーションがすごく、うん、もうみんなうん、うん、難しいよ ね難しいけどみんな逆に、うん、あの気になってる最近あ、ほんとうん、なんか本当にこのピッチアクセントができないとコミュニケーション取れないとか、うん、なんかなんだろう海外からもあ自分から本当にイントネーションを勉強しないと完璧な日本語を身につけないっていう主義っていうかその陣営が持ってきた YouTube の中であ、そうなんだもう道元のせいであ、道元さん Why did you tell them 道元 Now I have to speak perfectly 確かに I was getting by before 正直コミュニケーションっていう意味ではあんまりそんなには大切じゃないかなって正直思ってるでももちろん俺も言語勉強してるからそのネイティブになりたいって気持ちすごいわかるから、うん、そういうのだともちろんすごい大切だけど別にイントネーションで意味がわかんないとかはないから、まあ、そこはちょっとねなんかファンっていうか、まあ、なんだろう楽しい感じ でしょ そんなに真面目になりすぎると嫌になっちゃうから、まあ、楽しく楽しくそうそんな感じで Doctor's orders So leave me alone 大丈夫ですそれでですよね、うん、もう中国語も勉強してるから、うん、そうあ
中国語はイントネーションめっちゃ大切。寝るは睡觉。餃子、ダンプリンが。あ、水餃子。そう、睡觉。だから。睡觉、睡觉。そう、我要睡觉って言うと寝るだから、間違えて眠いって言いたいのに、なんか餃子食べたいって言っちゃったり、そう、だから中国語は大切かもしれないけど、うん、日本語は大丈夫。男らしい話し方、喋り方。うん。まず最初に気をつけてほしいのが、男らしい言葉っていうのは使い方イントネーションをしっかりしないとちょっと汚い言葉になりやすい、ちょっと失礼になりやすいかな。例えばバカも女の子がバカって言うとなんか可愛い感じだし、男の人がバカとか言うとちょっときつい感じだし、イントネーション大切だから、その男らしい言葉もイントネーションが大切で、男らしい言葉、俺が一番思うのはだろっていう言葉、今日みんなに多分一つ覚えてほしいのはだろかな。なるほど。例えばこれ食べるでしょっていうのを、でしょじゃなくてだろって言うと、これ食べるだろっていう感じ。そうで、その時にこれ食べるだろみたいな、なんかちょっと強い言い方すると、さっき言ったみたいにちょっとなんか失礼な言い方になっちゃうから、まあ、優しい感じで、そう、だろうっていう。まず最初、女の子、まあ、でしょバージョンね。はい、はい。まあちょっと彼女のつもりでね。はい、はい。あのさ、ロレッタ。今日さ、俺の家いるでしょ？と、これが一つね。はい。で、二つ目、だろバージョン、男バージョンね。はい、ロレッタ、今日の夜、俺の家いるだろうっていう、こういう感じ、めっちゃ恥ずかしい、ちょっと待って。でもなんか、キュンと待って、ちょっとマジで恥ずかしいんだけど、ちょっとまあこのだろって使うと、魅力があるかな。だろって言うと、なんか男の人がもういるよね、みたいな感じで、だから、このだろは、しっかり使えばめっちゃ使える。いいよ、パクって食べた。そう、 そうパクはちょっと女の子っぽいかな、パクって感じだからバリって食べて、これマジ好きなんだけどって言ったらもう完璧 100% もう男だね、はいはい、女の子が椅子に座るときにプシューと思ったら違う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 なんかちょこんと座るっていうと、なんかこう小さくて可愛らしい様子、女の子の様子も表してて可愛いんだけど、男だったらこんな感じだからドシンと座る。ドシンね。そう、それは違うかもしれない。だからだと友達の女の子が座るときに横でドシンとか言ったら怒られるかもしれないそう、おいって本当に、なんか中学校の頃とか男バカだから、なんかよく女の子っていうか、まあ、友達の女の子が歩いてるとドシンドシンドシン、歩いてるとドシンドシンドシンとか言って、いつ気づくかなっていうなんかチャレンジやったりとか、まあ、気づかれたら怒られるけどなんかそれは次の質問だった。あ、本当？なんか日本語の自然な攻め方っていうか、なんか本当にもうブーちゃんが、あの英会話の先生、やってるんだけど、その男前のうまい返し方、男前なうまい返し方もうそれはそれは日本語関係なくないだよね。俺だったら、あ、手裏剣、よく手裏剣、手裏剣、え、こうやってなんか持って手裏剣ってやって、その時なんて言えばいいのかってダメダメとか言っちゃうんだけど、あ、そういうことか。あ、お前のなんていうの、投げ方悪いなとか、英語だと、あ、What a crappy pitch. そういうこと。なんか野球できないなとか。あ、それめっちゃ面白い。でもまあ、なんか日本人ってそういう会ないね。そう、しないんだよね。なんか逆にニューヨーカーっぽいと思う、それは。シリケンでやったら野球できないなとか。うん、そう、それめっちゃ面白いって思った今。え、センスあるなって思って。普通にシリケンってやられたら普通にうっとか、なんかそういうリアクションで返す。そう、うって。言ったり、日本語上手だねって言ったらお前の方が上手だろって言ったり、なんかお前の方が上手だろって手裏剣が来たらダッジ。ああ、そういうこと。隠れろ、隠れろじゃないな。あ、いいね、隠れ隠れろ。ああ、そういうことか。かわいい。それ使えるかもね。隠れろ。ああ、そういうことか。アイスブレイキング、あの家でのパーティーとかで、妻たちがみんな例えばこっちに集まってワイワイするんだけど、なんか男性、あ、夫グループとかになると、いや、なんかその場で何を言えばいいのかな。他の
夫の人たちと何話せばいいかってこと。そうそうそう。俺まだ23歳なんだけどな。あれ俺はなんか普通に何してんのとかそういう情報は、まあ、つまんないっていうか、うん、あそれでああそっかって終わっちゃうから、まあ、話を盛り上げることとしてなんかそもそも毎日なんかちょっと面白いことあったら書いておくといいかもしれない。でなんか、うん、楽しいことあったら書いておいて、うんうん、それで次会った時にあ実はこの前こんなことがあったんだよとか例えばなんか俺の妻が一緒に寝てる時になんか夜すごいいびきがうるさくてどうしたらいいか悩んでてどうすればいいと思うとかなんかそういう普通に相談するそういう相談とかすると俺の嫁はうるさくないなとかそれわかるわって俺だから別に寝てるけどとかなんかそういうのなんか情報よりはなんか困ってることとかなんかそういう逆に面白かったこととかそういうので話すとなんか反応が来るからいいと思う。昨日の夜嫌な夢見てさとか言ってで友達が「え何それ?」って言った時になんかレストランにいて寿司頼んだんだけどなんかすごいでかい寿司が出てきて、ね、なんか最初寿司好きだから食べてたんだけどわさびのパートになったらわさびもでかいからもうすごい食わないといけなくてで食べないとなんか寿司の、ま、あの寿司の店長が。食べろ食べろって言われてすごい怒られたとか言うとなんかいやそれをバカだろとか言ってくるからそういう風な感じでなんか会話できるから、うん、素敵そうあんま考えたことなかったけど俺はそうしてる気がするピックアップラインズピックアップラインズ、うん、ああ from girls そう日本人が LINE をもらうのと外国人が日本人から LINE もらうのは多分違うと思うんだ。うん、だよね。そう。逆に日本人なのに日本人話しかけるのってもうナンパしかないから、もう相手はもういきなりもう警戒してちょっと、ね、うん。でも外国人の人だったら、つまりあなただったら多分日本人で海外に旅行とかそういうの興味ある人いるから、多分最初にどっか旅行行ったことありますかって聞いて、それでいや。全然ないですとか言ったら多分その人はもう多分あんまり外国人に興味ないからちょっとあれだけど普通は絶対あると思うんだよちょっとどっかだからなんかあ行ったことありますよとか行ったことないですけど興味ありますって言って話してあいいねうん話し始めるのがいいと思う日本だとなんか頭から食べるか尻尾から食べるかでなんかチームが分かれるのそっかどっち俺はね頭から食べるんだけどじゃあ尻尾欲しい半々して尻尾半分でいい半分こ半分こ半分こ半々でもいいよいやちょっとおいしそうパクパクしてる何これサクサクすごいサクサクしてると思ううん、うん、チョコレート好きだからすごいおいしいあでもなんか中身が違う中身がサクサクしていて外はパリッかなパリッっていう言葉はこれ薄いじゃんこの皮が、うんうんうん、パクでそう食べるとパリッってチップスみたいにポテトチップスみたいにパリッって割れるあ外はパリパリ中はサクサクじゃあ食べ物、うん、食べ物食べ物、ま、例えば、うん、そのまったりする余裕のある日曜日の朝、うんうん、日曜日の朝ね想像してください、はい、今週頑張った今週頑張った疲れたけどこの朝ちょっと頑張って食べたいのは何でしょう、うんまあ、お母さんがあのたまにエッグマフィンを作ってくれてこのマフィンがすごい美味しくて中にベーコンとカリカリのベーコンとあとなんだろう柔らかいなんか食べた時にすぐ口で溶ける感じの卵そして、まあ、マフィンかなだからもうそれがもう日曜日の朝それを食べる時にもう幸せを感じるよね体で感じるそう多分チーズも入れてる中にもう最高だよねもうそれが最高もう食べたいこれは食べたいなそうでコーヒーと一緒にねコーヒーね一緒に何派何派ね俺ブラックだとちょっと苦いからそれにちょっと甘いの入れる感じじゃあこれはい北海道ドーナツああそうなんだえこれがドーナツアメリカドーナツホールって言うんだ
But there is no hope. Okay, 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 okay. Okay. なんかドーナツのど真ん中の、うん、あ、そういうの。そう、ドーナツの穴。なるほどね。あ、そういうことか。っていうか、多分それをそう想像して。ああ、なるほどね。作ったんだろうと思うんですけど、ちょっとアメリカっぽいですね、これは。うん、いただきます。いただきます。うん、あ、本当はドーナツだね、アメリカって感じだね。これはすごくもう評判得られる、アメリカ人でも。あ、そうなんだ、うん、この味だと、あの、緑茶、あったかいお茶がすごい合う感じがする。いいね、うん、黒糖の味がする。で、なんかヘルシーなものを食べたい日は何を食べますか？実は俺ね、野菜スペシャリストっていう資格を持ってて、なんか料理するんだけど、ヘルシーな料理とかは大体頭にあって、作り方とか、うん、でそれを自分で作って食べることが多いかな。よくこう火で炒めるっていうんだけど、たくさんいろいろ野菜入れてシュッシュッシュッてやって、まあそれと一緒にご飯を食べると美味しい。何野菜？ちょっと中国ホイコーローとか知ってる？そう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 、あの野菜キャベツとか。そう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 、肉使わなくてももやしと、美味しいよね、あのキャベツで、あの元味が美味しいから、もうそれで一緒にご飯食べて。あれいいね。私ケール、さすがにアメリカ人ニューヨーカー、ケール、あの大好物のケールが好きで。ケールってなんだ？ケール、ケオ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 、え、なんで？え、マジで？ケール、野菜、野菜。あ、野菜のケール？いや、あ、びっくりしたよ。あ、ごめん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 。もう。なんか誰かの人かと思っちゃって、群馬って言ったからなんでケオなんだろうって。いや、それね、そのつながりね。なんか、そのケオが今年であんまり店とか見つからなくて、なんか食べたいけどどうしようとか思ってたら、直接、なんか Facebook で、なんか宣伝じゃないけど、とりあえずメッセージ流してて、あの直接畑のケール屋さんに。そうなんだ。もう群馬からのケールが来るんだ。そうか、群馬、そう、野菜作ってる人多くて、俺のおばあちゃんとかも作ってるから。ケオじゃないんだけど、トウモロコシとかなんだけど、そういうの作ってて、よく今年はちょっとイノシシにやられちゃったとか、タヌキが食べに来てとか、そういう話よく聞いてるから。かわいい。そう、群馬の人野菜とかよく作るから、めっちゃ群馬とコネクションあるね。群馬、びっくり。群馬のケール。もう俺のイメージだと、もう海外の人は群馬なんか聞いたことないし興味ないって思ってたから、すごい。ケールあるから。ケールあるからね。I love it。 じゃあ今日は長かったけど、ありがとうございました。ありがとうございました。とっても楽しかった。めっちゃ楽しかったです。じゃあ皆さん、Don't forget to check out オノマップチャンネル、うん、and I'll see you guys there。 皆さんありがとうございました。じゃあぜひぜひあのチャンネル見ててね。あと登録もぜひお願いします。ぜひ。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。 See you guys next time. Bye bye.